真味只是淡，青山绿水，酒醉大虾，安甘皮蛋。それは未だかつてない和の精神を宿した中国料理。蜜汁叉烧。そしてコースの最中。智云吞汤。私たちを試すかのようにうまみを奥底に閉じ込めた一皿も。清蒸鲜鲍。そして絵巻はいよいよクライマックスへ。麻辣龟凤。蟹粉鱼翅。炒油麦菜。茶禅羊肉。清汤光面。真味只是淡。そこに合わせるは中国茶。完璧なるティーペアリング。中国料理の新たなる境地を切り開き、あまた食通の称賛と喝采を欲しいままにしている料理人がいます。川田智也さん。2017年東京南麻布にオープンした左善家の料理長に就任。開店後わずか9ヶ月でミシュランの2つ星を獲得するという快挙を達成。一躍スターシェフへと駆け上りました。今年3月に発表されたアジアベストレストラン50でも初選出で23位にランクイン。その名を一躍世界に轟かせました。キラ星のごとく現れた中国料理の新星は歴史にどんな1ページを残すのでしょうか。どうもご無沙汰してます。いらっしゃいませ。ご無沙汰してます。今日は川田シェフの未来に残すべき作品いただきに参りました。用意ができておりますのでお席の方でお待ちくださいませ。よろしくお願いします。彼の名は三石寛太。 B 級グルメ専門のフードライター。しかしそれは世を忍ぶ仮の姿。三石にはもう一つの顔が。私が館長を務めるパレドゼットのチーフキュレーターなのだ。パレドゼットは100年先の未来に残すべき一皿をパーマネントコレクションとして後世へと継承していく食の美術館である。さて今回の料理人はどんな一皿を完成させるのか。とくとご賞味あれ。パレドゼット、美味しさの未来。なぜ我々がパレドゼットを立ち上げたのか。それはこの番組が美味しさの未来を考える蜜柑の提供だからに他ならない。左善家川田智也さん。彼がこれまでの中国料理とは一線を画す見た目味わいへとたどり着いたのは必然でした。1982年栃木に生まれ、物心がついた頃には担々麺や麻婆豆腐を喜々として食べていたという筋金入りの中国料理好き。幼稚園の卒園アルバムにコックさんになると書いていたほど。そして2000年、宣言通り料理の道へ。四川料理の名店麻布長江に入店。長坂松雄さんのもとで10年もの間研鑽を積みました。しかし彼の旅はそこで終わりではありませんでした。なんとその次に門を叩いたのは畑違いの日本料理の店。それもミシュランの三つ星が燦然と輝く名店龍銀。
彼はうちに来るときに、日本で中国料理をやるためには日本のことを知らなければならない、ひいては日本料理を勉強したいと。だからやがて自分は中国料理にの世界に戻るけれども、何年か本気で日本料理を学んでいろいろなことを身につけたいという約束のもとで彼は来たわけです。けども彼が出してる今のもう結果を見れば、彼のそのぶれない精神が本物だったっていうことはもう世の中には伝わってることだと思います。もう本当に弟子の成功は僕の幸せというか、もう宝なので、僕が思ってた以上に彼は結果を出してると思います。はい。そうしてたどり着いた境地を川田さんは漢字四文字に込めました。和魂汉才。僕自身の和魂関西というお料理のテーマがあるんですけども、まあ、簡単に言うと、中国から伝来してきたもの、まあ、文化だったり、まあ、料理もちろんですよね。それを日本の食材だったり日本の地でさらに昇華させたお料理、このまま皆さんがイメージする日本人の魂精神性というのももちろんですし、あとは日本に眠る食材、やはりあの食材の天性持ち味を理解すること、フカヒレであるはフカヒレの声というものがあると思いますし、まあ、お味ですね、その天性を、超えるような、お味付けであったり調理法はなるべくしないように心がけておりますね。一般的な中国料理というものに対しては伝統性は失わずにしっかりとそのものを表現するということが一つ、その時はもう中国料理人の頭になって、はい、逆にこの時に素材を見つけた時にはその素材からスタートするお料理ですか、その素材が最大限こう生きる尊重されているお料理、その時は日本料理の教わったことを生かしている、まあ、その部分で、まあ、和と漢のバランスは常に取りながら料理をしていますから、ね、その部分は日本料理からとても深く教わりました、ね、真味只是淡。この言葉はやはり中国料理をやっている上ですごく大切にしている概念といいますか、まあ、中国料理というよりも料理自体人生においても言えることだと思うんですよね。はい、まあ真の味は淡い淡みに宿るといった意味なんですけども、なので面白いもんで、こう山水と炎っていう水と炎が一緒になって淡いという字ができているように、清らかだけでもダメ、力強いだけでもダメ、清らかと力強さが調和した時に生まれる味かなというふうに思ってます。まあ、僕自身がまずお茶が大好きっていうこともあってですね、お茶っていうものに対しての敬意はすごく持っていて、やっぱその字は必ず入れたいなと思っておりまして、そのお料理に対して色ですか、中国茶には6段階の発酵段階がまあと言われてるんですけども、緑、白、黄色、青、赤、黒と、その色がバーンと浮かんできて、あ、これだったら黒茶合わせたらいいな、紅茶がいいな、もしくは爽やかな発酵が軽めのウーロン茶、台湾の文山方茶だなというふうにいうような感じで、もう結構瞬時に作ってる段階でこれにはどんな茶が合うかなっていうのは、まあ、趣味みたいなものですかね。お茶はやっぱりたくさん飲んでるので。川田さんには休日お茶を楽しむお仲間がいます。一番好きなお茶なんで。そうですよね、もう、はい、分山に始まり分山に終わる的な。あ、いや、もう本当にそうですね、もういつもずっと分山を飲んで最後に締めで分山も締めで分山。そうそう、あ、なるほど。田島さんは北京中薬大学日本校を卒業し、漢方医の資格を取得、東京広尾に中国台湾茶専門店を開店。すごく味の縁が大きいですね。そうですよ、口に入れた瞬間にふわー広がって、広がりますよね。横に広がったと思いきや今度は奥に、奥行きもなくて。川田さんがスタッフ全員で取り組んでいることがあります。
それは食のワークショップ。今回のテーマはなんとサメ。講師はフカヒレなどの中国食材を扱う高橋社長。フカヒレといえばサメのヒレだけを取り、魚体は海に捨てるフィニングが世界的な問題に。それに対し日本ではサメを余すことなく全部使う伝統に倣い、身は練り物、皮は財布やベルトなどアクセサリー、骨はサプリメントとして余すところなく使います。で、気仙沼はサメの完全利用をきちんと実現しています。この日のまかないはサメを使った料理。一体どんな料理になるんでしょう。もうフカヒレだけではなくて、もう骨も皮も肉はもちろんですけど、もうしっかりとこう全てを使ってますね。よし、いきます。はい、はい、いただきます。いただきます。またチョンシャオの味付けでよく合うね。合いますね。マラジオがなんかね、いや中国料理しっかり中国なんですけど、なんか爽やかに仕上がる、うん、我々は川田さんにこんな依頼をしました。シェフ、手紙です。はい、川田智也殿、未来に残すべき作品を提出されたし、パレドゼット館長。ラブレターですか。未来からですね。いいですね。川田が考える未来に残すべき一皿とは。数日後、三陸に川田の姿があった。目当ては、あの中国料理のですね、伝統的なお料理で使うフカヒレ、干しアワビ、干しナマコを、3品を俵の3品というんですけども、江戸時代、干したフカヒレ、ナマコ、アワビは俵物3品と呼ばれ、俵に詰め長崎の出島から中国へと輸出され、幕府の重要な収入源となっていた。その生産を担っていたのが三陸地方だった。川田と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。俵物三品、あ、素晴らしいです、うん、持ってもいいですか。あ、全然、あ、手に取って触ってもらいます。濃いのと薄いのとあって、あの一つ一つ全然違います。同じもの一個もないです、はい。まあ、色も形もそうだし。なるほど、はい。ちなみに、あの干しアワビはどんなふうにお作りになれるんでしょうか。はい、はい、まあ、なんといってもあの新鮮な原料を使わないといい干しアワビにならないんですね。まあ、あのアワビも天然なんでね。だから、まあ、年中取っちゃうとあの資源がなくなっちゃうんで、うんうん、だからその資源を保護するっていう意味でね、うん、その2ヶ月に限られてる。なるほど、うん。で、取る方法もあの潜水とか、はい、あの潜って取らないで、はい、あの船の上からあの箱眼鏡で海を覗いてね、はあ、で長い竿だけにあの鍵をつけてね、あの引っ掛けて取るっていう。なるほど。ああ、じゃあもう取り、本当にまさに取りすぎないように。そうなんです。未来にちゃんと残す、つながっていくようにってことなんですね。そうなんです。なるほど。ですから、まあ、水揚げ後すぐ処理しないと、いけないわけですから、うん、まあ、その日取れたものは、うん、その日のうちにあの殻から外してまず塩漬けします。そしてあのその後にですね、あのボイルをして、あとは表面の水分が飛んだ後にですね、あの地元のベテランの唐さんたちがね、あの一つ一つ糸に通して、あと竹竿に吊るしていくんですね。それをですね、大体あの少なくても3ヶ月以上あの天日で干して、でそれで仕上がります。やっぱりあの太陽の恵みっていうのはすごくあの力がありまして、あの美味しいものをさらにね、より美味しく仕上げてくれますので、
だから一切乾燥する機械とかは使ってないです。はい、海の美味しさと、まあ、太陽の恵みと合わさってこうなるわけですね。そうです。まあ、この三陸の気候っていうのは、まあ、冬に取るんですけども、ちょうどその時期っていうのは乾いた風がすごく吹くんですね。はい、それで、まあ、天気がすごくいい時期なんです。だから、まあ、この三陸で作るのが一番、まあ、適しているのかなっていうふうに思います。なるほど。はい、でも中国料理ではこの三品はもう非常に重要な食材になるので、はい、いやもうありがたいですね。ちなみにこの、大きさのアワビで生の状態だとどのくらいの大きさになるんでしょうか。まあ、畜養場の方に生きたアワビがいますので、見に行きませんか。あ、ぜひお願いします。はい、お邪魔します。あ、大きな、これがだいたい 200g なんで、さっきの人前にして 10%、はい、10% ぐらい、10分の1の重さになる。10分の1の大きさになるんですね。はあ、い、こんなに縮んじゃうんですね。なるほど、はい、生でも美味しそうですね。あ、もちろん、うちでおろしてるお店屋さんがあるんで、ぜひ食べに行きましょう。本当ですか。はい、ぜひお願いします。大丈夫です。味がものすごい清らかで、うん、でも噛んでいくとすごい磯の香りがふわーっと広がりますね。シアービンを使ったお料理というのは三陸にはあるんでしょうか。幕府で、まあ、管理されていましてですね、まあ、一般庶民が食べることはご法度とされてたんですね。ですから、まあ、干しアワビを食べる文化っていうのはないです。まあ、ほぼ 100% 中国の方に輸出されてるので、市場に出回らないため日本人にはほとんど知られていないが、三陸の干しアワビはほぼ全てが中国へと輸出されている。日本の料理人が使いたいとなったら中国に出向き逆輸入するしかない。俵物三品がいかに大切に受け継がれてきたかを学んだ川田に、高橋さんから思いがけない贈り物が。はい、これ使ってください。え、いいんですか。はい、ぜひ。本当ですか。はい、三陸の伝統と命をつないできた食材をですね、はいはい、ぜひ未来に残していってもらいたいと思いますので。ありがとうございます。わかりました。三陸の魂を未来に残せるように頑張ります。うん、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。三陸の魂を作品に込める、覚悟は決まった。託された三陸の魂、干しアワビを選んだ川田、なぜ。中国料理の中で俵物三品、非常に重要な、まあ、こう役割を担ってくれるんですけども、まあ、その役割の中でも僕の中で分担がありまして、まずフカヒレですね。フカヒレは力強い味わいを表現できる食材、そして干しナマコ、干しナマコに関しては滋味深い味を表現できる食材、最後に干しアワビはですね、まあ、どこまでも清らかで淡いという、もう一つの僕のテーマでもあるジェンウェイ GC ダンですか、こちらとそしてもう一つのテーマの和魂関西、この二つの要素を兼ね備えた食材だと思い、今回、こちらを、未来に残したいなと思いました。
余韻に合わせまして文山昆布茶という、お茶をご用意しました。ことぶきになってるじゃないですか。はい、この後味とこのお茶のこのことぶきの昆布ってなんかこうまたさらに海に戻っていくっていう、しかもほのかに昆布の味がする。おっしゃる通りで前面には出さずに干しあわびをぐっと美味しさが増すように。いやもうシェフ、はい、僕の今までの過去の経験からすると干しあわびっていうとまあオイスターソースで絡めたり、はい、まあ、言ってみたら強い味っていう今までの概念だったんですけど、はい、これは全く真逆の食べた瞬間にこのアワビ本来の味をしっかりこう感じる軽やかな味付けで、はい、いやちょっと衝撃受けましたね。ありがとうございます。これどういう手法なんですかね。はい、まあ名前をですね清く淡い星アワビとか言ってチンダンカンバオという中国名にしたんですけども、王道の星アワビの方法論としましては、まあ、豚、鶏、金華ハム、そして星アワビですね。でもう長い時間炊いていくという方法論なんですけども、そこまでは同じように濃厚にこう戻していくという作業ですね。そこまでは同じなんですけども、最後の仕上げの段階で、そこから、鶏のミンチをですねその濃厚な白濁したスープの中に入れまして、必要でないものを少し引くという、手法でこの干しアワビは仕上げてます、はい、なるほどね。干しっていう一手間が加わった、それをもっと自然に戻していく、自然に戻す。しかし星にしたからこそできる味わいは残す。なんかこう、はい、この食材の背中をこうそっと押すみたいな料理なんですよね。そうですね、私の料理哲学でジェンウェイジュシーダンという、哲学があるんですけども、日本語に、訳すと真の味は淡きところに宿る。これシェフなんでこの料理を未来に残そうと思ったんですか。はい、三陸ではですね干しアワビの歴史が江戸時代から400年ほど、古くから伝わると言うんですけども、はい、その中でちょうど100年ほど前にその資源管理をしっかりとして、未来に残そうという水上助三郎さんという方がいらっしゃってですね、まあ、漁業領域をしっかりと定めたり、あとは亡くなる前にですね漁で儲けたら木を植えろという言葉を残したそうなんですね、はい、まあ、山を育てれば海が豊かになる、その豊かな海で採れたアワビをまた干しアワビにするっていう方法論を100年前に確立されたということがありまして、その、魂であったり、あとは明治三陸地震という大きな地震があったり、まあ、昨今の東日本大震災だったり、さまざまな災害を乗り越えて今に受け継がれてきている、まあ、そんな魂ですか、三陸の魂、まあ、ひいては日本人の魂、和魂ですね、僕の一つのテーマである。で和魂と中国料理の技術、関西という和魂関西という、思いをこの干しアワビに乗せてですね未来に残せたらと思いまして。本当ね、まあ、永遠に変わることのないこう三陸の人々の思い、はい、でその自然の営み、はい、その尊敬をこう具現化した料理っていうことなんでしょうね。おっしゃる通りです、はあ、いや川田シェフの素晴らしい未来に残すべき作品確かにいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。川田智也が未来に残したかったもの、それは日本人のほとんどが知らない干しアワビの味わい、そしてそれを守らんとする人たちの思いだった。数日後、川田さんのもとに一冊のメニューブックが。川田智也さんの陳壇岩場は
パレド Z のパーマネントコレクションに認定されました。やはりここですごく感じたのは文化を感じました。文化っていうのは先人たちの知恵や経験に基づいて作られてきた思いだと思うんですよね。そんな思いが食材となって、現代まで残ってきている、こんな食材をですね、作り出してきている三陸の方々に非常に感謝の気持ちというのが三陸への思いですね。なぜ我々はおよそ30分を費やし美味しさの未来を真摯に考えたのか。それはこの番組が同じ志を持つミツカンの提供だったからに他ならない。